こここれねおおおおいおいお前こそあやてこおじさんだろうまあ否定はせんという話を今日してましたけど <laughs> まあね小学生かでもお前, <laughs> お前5位よ考えてくれよオリジナリティーを出してくれへんかこれだからちなみにあ,あやてこおじさんっていう動画やなこれ見つけてあやてこおじさんの説明をしてたらさうめいくえこそあやてこおじさん小学生レベルやねん人が言ったことをそのまんま言うもう小 レベルなんですかほんまに。で、えてくおじさんって、俺、俺が面白い言葉を考えて、で、みんなに面白い面白いって言われてんのに、うらやましいんやろで,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 で、お前はそんなさ、気の利いたさ、面白い言葉とかをさ、生み出す力。 クリエイティビティ創造性とか全然ないからさ。もうこっちはクリエイティビティで生きてるんで、お前とは違うんで、なんか、くこうやってワードセンスいいとか言われてますけど、それクリエイターとしてずっと生きてるから出るんですよ。お前とは生き方がまるっきり違うんですわ。だからお前みたいにそうやって人の、 考えたことをなぞるしかできない。なぞって大昔しかできない。そんなお前、あるですなで、あるやろ、うめいことは、うめいことやえてくじ時んであるもうなんか巻き犬の逃亡やで、それ、お前。ほんまに、小学生なんや、言ってることが。わかるもう残念ですけどね、お前。 お前みたいな、あやてこじ、ATG には申し訳ないけど、俺の、ほんまにさ、あやかたんよりもずっと若い、二十歳そこそこの、しかも、もう普通に、もう、整形とかしてなくても、ナチュラルにめっちゃ可愛い女の子いっぱい、いっぱい仲良くしてんの、お前とは違って。いっぱいいんの、周りに。お前とは全然違うなそんな、そんな俺があやてこおじさんになるわけないだろ。そりゃまあ、ノリで、まあ、あやてこおじさん、 否定はせんとは言いんだけど、それはもうネタとして、あ、あやたんの <laughs>、もう起きた瞬間から、今日は何のネタで、今日は何のあやたんネタで動画作ろうかな、ウッキーウッキーウッキーってなってるだけで、別に、本当にああやってこういおじ、じいになるかお前らみたいに、大津あやかさんにしか相手されてもらえへんおじさんとは違うんですわこっちとら、クリエイティビティの塊なんで、いろいろかっこいいことしてんの 曲作ったりな、そんな日本で一番嫌われた女、嫌われてる女とか、まあ,あおもろい曲も作れんのも、俺がクリエイティビティの塊ティ、塊ティってなんやねん、クリエイティビティの塊やからやねん。お前とは全然ちゃうやん、お前なんかもう、ねえ、おいおいお前い行くぞ、ええー、ってこうさんだろうって人の考えたさ、人がなんか考えた面白いことをなぞってさ、なんかこうやってな、もう噛みついてくるぐらいしかできんやろ、あれですなぁ。 もう俺のなんかポテンシャルをお前に分けてやりたいけどさ、できるもんなら。あ,あでもそうやってうめいくつエイテクオジスやんだろうとか言ってたらさ、せっかくのこの俺のスキル、もう、盗むことすらできひんわけや、お前は。ほんまに間違った道を言ってる。だからさ、あやて鼓動はさ、邪道ってことよね。あれや、小倉会と宮城流空手みたいなもんや。<laughs> お前ら、小ぶらかいにね、小ぶらかいによ。こっちは宮城流空手や。わかるけその違いは、うん。じゃあ次で最後にしましょう。今日の部を。もうこれ最後までいけません。3時間になってしまいます。そ,のそんなにやる余裕はない。<laughs> ちょうどだから30、21時30分目だったんで。ラスト、今日のラストです。明日第2部をしたいと思います。皆さんよければ集まってください。<laughs> 立花が作った借金は立花が返すべきではこんなの一言で論破できんねん。立花が作った借金は立花が返すべきではだって、 だったら党の代表権も返すべきでは終わりあ、これ、あえてこの常連なんや、こいつは。うん。それ今ので合ってるよね。綾上道6級の俺ですけど、どうですか、先輩方。今の返しでいいんじゃないですかで、内ベネゲ作って借金やったらジベ返すべきではだったら代表権返しなさいよ。それやったら返せるんで。代表権まあだから、斎藤議員ならでもどっちでもいいんで、浜田議員でも、が取ったら、 政党助成金が入ってくるよね。来年からですか来年からやけど、それで、みんな、あのー、債権者も納得しますよね。来年には、浜、ね、田、ま、あのー、斉藤君が、斎藤議員が代表になったんで、浜田君も帰ってきてくれたんで、3億円来ますんで、それで、それまで待っていただけますかまるーくまるよね、それでね。借金は党の借金で、代表者が責任を持って返すもん そうだから社長の例えわからないですかこの動画の中でもさ、例えで言ってんねんけど、社長が交代して、会社が借金があると。で、新しい社長が、いや、借金は前の社長に言ってくださいって、そんなことないよね、そんなもんね。うん。そんなこともあるわけないやんな。うん。それだけの話やんね。<laughs> いや、マジでそれだけなんだよ。もうある意味これ以上言うことがないんですけど。うん、代表、だからあれやろ 悪質なジャイアンやろお前の地位は俺のもの <laughs> 俺の負債はお前のものをやろ悪質なジャイアンやろ <laughs> あ今俺昇級できたんですか ?4 級5級に昇級できたんですか俺、うん、やっただ段位を目指すわ橘さんをつきまといと言いつつ橘さんの発信を見るなり即反応ストーカーほんまやんなお前がす暇やないでもなあやかだねほんまにす橘さんが何か言ってもそ クーなんか言ってんもんな。うん。リツイートして。あえてこれめマジで理解力なさすぎる。そんなことようだね、立花が作った借金を立花が返す。でもこんなことはもう、俺が質問してさ、こいつの目の前で5時間ぐらい同じこと言ってもさ、また次の日、立花が作った借金は立花が返すべきではて言ってんやろな、こいつはな。うん、だからそれを言うことが目的化してるからさ、バカやからさ、なんぼ言ってもしょうがないんだけどさ、まあ、 これはエンタメ今日はあやてこじいをめでる会というエンタメやからあえてしてやったけどね。うん、いちいちさ。本来でやばせえへんよ。だからさ、お前らみたいなクソあやてこじいでもさ、まあ、うちの動画の小林になってもらおうかなと思ってさ、まあこの、今日やった1時間半でさ、どんだけネタ取れんねんってことやからさ、ちょっと、まあ、あの、喧嘩を追ってきてんやからね、お前らね、うちの。 君たち、うちの動画にやってきて、わーってコメント書いて喧嘩売ってるんで、あの別に、もううちの人のいい息でなんかわーって言ってるんだから、こうネタにされても文句言うなよって話でな。うん。分かってるもうめっちゃネタにさせてもらうんで、君たちの動画させてもらうんで、これ切り抜いて、今めっちゃめちゃ録音してます。あ、録画してるんで、あのー、めっちゃ上げさせてもらうんでね。もう、ま、再生回ったら、い、いきっていいよ。 俺,俺の俺の俺のコメント俺のコメント動画で一番声一番再生超えたとか自慢したらあえてこの中で連合の中でさ連合の寄り合いとかあるんやろ知らんけどさあえや,やってこれの寄り合いで自慢したらいいよ、うん、俺にはお金が入ってくるからいくらかさ、うんうん、別に感謝はあちょっとする、うん、君たちのおかげで今日はネタネタがいっぱい取れたよ <laughs> ネタにされるとポイントもらえんのかなだからウィンウィンやね。俺もネタにできて動画にできて、お金も入ってくるし、でこいつらはこいつらで、あえて来れんはあえて来れんで、あえてこうポイントカードがさ、押されていくからさ、でウィンウィンやんけ。よかったな。ネタにされて、<laughs> もうこ、はい、あ、あやたん、あやたんって、はあ、ネタにされ、動画が、俺のコメントがネタにされて動画に上がってるよ、つって。 ポイントポイントとか言ったらポイント押してもらえんやろポイントスタンプを、スタンプラリーをよ。なぁよかったなよかったやんけ、お前ら今日よ。で明日はもう続くから、明日できるんやね、ほんまに俺。評価月曜日やね。明日火曜できますね。まだああやってこうでもまた <laughs>、明日 <laughs>、やってる <laughs>、明日までにまた増えてると思うけどな、多分な、ああやってこっちの。うん。まあそれはそんでも無限に続くよ、どこまでも。もうほんまに、 楽しいすぎ。綾香かみちと綾手て道の対立はさ、ほんまね。うん、ほんま、小ラ会みたいコ小ラ会と宮城流空手みたいだから、楽しいよね。じゃあ、俺は、俺は綾やて子ポイントを上げる権利がないからさ。綾手て子ポイントを上げれるのは、綾たんしかいいからさ。うん。笑うネタがなくなるコマが撲滅せよ。撲滅はせんねんなんか来てくれたらいいやん。な。こうやってネタにするからね。こってりネタにさせてもらおうからね。 うん。お前らもさ、こんなん気楽にコメント書いてきたんやと思うけどここまでなんかボロンチョに言われる思ってなかったやろ。うん。俺を、俺は舐めんなよ、ほんまな。まあ、これからも何もでもネタにしたるからな。うん。嬉しいやろお前らド M やからよ。えぇ、ー、僕のネタが動画にされてるーって言って、グえーってなるんやろ、お前。うえーってなんかこう、困ったような顔しながら興奮するんやろ、お前と。お前らド M やからよ。マジで。 じゃあ終わりましょうか。ああ、おもろかった。面白いね。<laughs> ちょっともうずっとあやかたネタやってまおうわ。これで急に違うことやったらもう誰も来て急にみんながっかりするやろ。<laughs> 毎日あやかて、あやかたネタしようかな。まあ、毎日とは言わんけどよ。うーん。まあ、できる限りやろうか。ま、あちょっと考えながらやりますか。ま、あはじ、俺のあやてこみちは始まったばかりだやからな。み <laughs>、 もうみんな、あやて小道、ね、それぞれね、何球とか何段とか持っておられる方もいると思うんでね。あやてこみ道はみんなで、あやて小道じゃあ、あやかみ、あやか道か。あやか、あやて道は敵側やからな。あやか道をね、盛り上げてまいりましょう。日本で